頃、乗船手続きをなさいますか？かしこまりました。では、ギルドに連絡して他の方もお呼びしますね。間に合ったか。あれ、ライアル、それにドロシーじゃない。エステルちゃん、ギルドを訪ねたらすでに出発したって聞いてな。慌てて追いかけたんだが、なんとか間に合ってよかったぜ。どうしたの？昨晩の事件についてなら一通り話したはずだけど。いや、ちょいと個人的にお前に知らせたいことがあってな。離陸までの時間、俺たちに付き合ってくれねえか。私と？知らねえ。いいわよ、話してらっしゃいな。私たちは先に席を取っておくから。うん、よろしく。ごきげんよう、ナイアルさん、ドロシーさん。さようなら。それじゃあ時間もないし、話を聞かせてもらおうかな。で、なんでオリビエがちゃっかり残っているわけ？僕のことはそこら辺に転がっている石ころだと思ってくれたまえ。さあ話を始めるといい。この男はずいぶん自己主張の激しい石ころだな。姿が見えないと思ったらやっぱりね。ちょっとシェラー君。はいはい、さっさと座席に行きましょうね。なんというか、相変わらずな兄さんだな。まあね。ドロシー、なんだか元気なさそうね。確かボス地方に取材に行ってたんだっけ？うん、今朝戻ってきたんだけど。 あのね、エステルちゃん。あ、思い出した。確か霧降り峡谷にある空賊のアジトに行ってたのよね。今は軍が飛行訓練の基地に使ってるっていう。あれ、それって。ようやく気づいたか。ゆべ空賊団の残党に襲撃された基地ってわけだ。こいつちょうど空賊艇が奪われる現場にいたらしくってな。そうなんだ。それじゃあわざわざ情報提供に来てくれたのね。気が利くじゃない。まあ確かに情報提供ではあるんだが。まあいい、ドロシー、渡してやれ。これって空賊艇とあの僕っ子よね。でこっちにいるのは。今のところこの写真は王国軍には提出しないつもりだ。もちろん紙面に載せる気もない。どうするかはお前の判断に任せるぞ。
どうぞこちらです。ほう、手入れが行き届いている。王国軍の方でしっかりと整備してくれたようですな。何度か飛行訓練に使用させてもらいましたから、私も2回ほど操縦しましたよ。いかがかな、実際に操縦してみての感想は。いや、速度と機動性は我が軍の警備飛行艇以上です。確か3年前に発表されたラインフォルト社製の高速飛行艇でしたな。失礼ながら飛行艇といえばリベール製と思っていたので正直驚かされましたよ。帰国の警備艇と比べると装甲は心もとないですし、武装も多く詰めませんがね。かといって偵察機にするには製造コストがかかりすぎる。正直なところあまり軍用には向かない船ですよ。おお、そうなのですか。いい船なのにもったいない気もしますな。本国ではもっぱら貴族や資産家の道楽として使われているそうです。例の空賊団も元々は同じ事情だったのでしょう。確かカプア男爵家でしたかな。元男爵家です。借財で領地を失ったことによりすでに爵位も剥奪されています。実はこの船も抵当に入っており、債権者が引き渡しを要求していましてね。なるほど、いろいろと事情があるようですな。いずれにせよ元帝国貴族が帰国で愚行を犯したのも事実。申し訳なく思っていますと心配なさらずとも、すぐに逮捕できるでしょう。うわー、前来た時と少し雰囲気が違いますね。こんなところに置かれてたんですね。いいですね。夜の照明に照らされた姿もとってもキュートです。おいおい、ジョーちゃん、できたら撮影する前に許可を取っちゃくれねえか。明かりに照らされた真夜中の霧降り峡谷、なんて幻想的で可愛いのかしら。はい、チーズ。だからよ。彼女はマスコミの人間ですよ。先ほどこの訓練場に取材に押しかけてきたんです。確かに予約は入っていたんですが、こんな時間に訪ねてくるとは。なるほど。はあ！見たことのない軍服を着てらっしゃいますね。それに背も大きいですし。どちらの部隊に所属されてるんですか？いや、自分は。あ、申し遅れました。リベール通信っていう雑誌のカメラマンをしているドロシー・ハイアットです。雑誌の特集でこの訓練場の写真を撮りに来たんですよ。エレボニア帝国軍所属リベール駐在武官のミュラーだ。エレボニアの軍人さん？うわ、
お目にかかるの私初めてです。10年前の戦争では王都に住んでいましたから。そうか。隊長、よろしいですか？なんだ、どうした？司令部からの連絡です。例の残党の動きについて大きな進展があったそうです。眠い。早く交代時間にならないかね。第二種警戒体制ってのがこんなに暇だったなんてな。さっきのジョーちゃんがまた来てくれるといいんだが。あのメガネの子かよ。お前変わった趣味してんな。確かにユニークだったけど、なかなか可愛かったしさ。お近づきになりたいなーって。だったら休憩時間に声をかけてみろよ。しかし情報部の残党ってのは一体何を考えてるのかね。なんでもロベンヌ廃校に隠れていたそうじゃないか。さあな。元エリート部隊の考えてることなんて俺たちなんかに分かるわけないって。ご苦労、二人とも。これは隊長。見回りご苦労様です。ああ、そのまま聞いてくれ。どうやら情報部の残党がグランセルに現れたらしい。カノーネ元大尉をはじめとする全メンバーは逮捕されたそうだ。え、そうでしたか。それじゃあこれで警戒体制は終わりですね。いや、それなんだが、空飛ぶ巨大人形というのが王都に現れたらしくてな。その捜索が行われているらしい。空飛ぶ巨大人形？なんです？そりゃ私にもわからんよ。いずれにせよ夜明けまでは警戒態勢を続けろとの指示だ。悪いがこのままよろしく頼むぞ。はい、了解しました。まったく冗談じゃないぜ。何なんだよ空飛ぶ巨大人形ってのは。さあな。まあいずれにせよもう襲撃の危険はないだろう。あとは交代時間まで適当に立っていればいいさ。そうだな。あれ？なんだ？どうした？いや、何か聞こえたような。おい、どうしたんだ？やるじゃねえか。お見事。あっという間だったな。なかなかやるじゃない。大したことじゃないさ。気が緩んだ兵士を眠らせるなんて造作もない。ああ、はいはい。あんたに可愛げを求めた僕がバカだったよ。しかし本当に山猫号はここに置かれてるんだろうな。てっきり例の要塞あたりに運ばれたと思っていたが。調べた限り間違いない。飛行訓練に使われているから整備もされているはずさ。へへ、ありがたいね。ただ機体を動かすには山猫号の起動キーが必要だ。手に入れる当てはあるのか？多分先ほどの守備隊長が持っていると思う。
帝国軍に飛行艇を渡すときに一緒に渡すつもりだろうからね。力ずくで取り戻すわけだね。ただし、殺さない方向で。必要以上に王国軍を敵に回さない方がいい。巡回中の兵士についても、なるべく隠れてやり過ごそう。まったく、無茶言ってくれるよね。まあ確かに、僕も殺しは反対だけど。当たり前だ。俺たちカプア一家に殺しと暴行はご法度だからな。はあ、ほんと俺たちって悪党になりきれないというか。あの少尉の言った通りかもな。な、何がおかしいのさ。いや、あまり時間はない。そろそろ始めよう。うん。いよいよだな。よし。あまり時間に猶予がない。ここは先を急ごう。ここは俺らが使っていた部屋だな。通信機なんか設置したのか。誰もいない。ちょっと不用心だよね。どうやらここが守備隊長の部屋みたいだ。ここで待ち構えていれば。戻ってきた。入ってきたところを叩くよ。遅い。Thank you.
あっけなく見つかったな。さすがに冷や汗をかかされたけどな。ねえヨシオ、前に僕たちと戦った時あんた手加減してたわけ。どういう意味だい。だってあんためちゃくちゃ強いじゃん。正直あの時とは比べ物にならないくらいにさ。別に手加減はしていない。スイッチが入っていなかったくらいさ。スイッチ？詳しい説明は省くけど、そのスイッチが入ると僕は極限まで目的合理的な思考行動をすることができる。ただそれだけの違いなんだ。分かったような分からないような。使える力は同じ。ただその力を桁違いに有効活用できるってわけか。そう思ってくれて構わない。大したもんだぜ。今のお前ならあの特務兵の隊長ともやり合えるんじゃねえか。結社の手先だったっていうローランス少尉のことだな。いや、それはありえない。僕の能力は隠密行動と対集団戦に特化されている。1対1の戦いで検定にかなうはずがない。検定？それってあの少尉のこと？ああ、彼がいる限り僕は決して正面から結社に挑めない。漆黒の牙の名の通り、暗闇から牙を突き立てるだけさ。あ、いいえ、なんというか随分ハードな話だな。つまらない話をした。時間がない、先を急ごう。そろそろ交代の時間かね。ぼちぼち出かけるとするか。おい、どうだ。まずいな。キールさん、僕が渡した S2 弾を一つくれないか。ん、なんだ。あ、なんだ。ダメだ、気が遠く。すごい威力。 S2 弾、睡眠ガス弾かよ。普通に出回ってるものよりかなり速攻性が強いみたいだな。中身は独自にブレンドしてるだろう。まあね、調合法は企業秘密だけど。ケチ。まあいい、とっとと先に行こうぜ。
先に進もう。どうだ。言ってくれると腕を振るった甲斐があるぜ。エラボニアの旦那はどうだい？ああ、文句なくうまい。帝国軍で出る食事と比べたら天地の差と言えるだろうな。ああ、そうなのか。エラボニア軍ってのはどんなもんが出るんだい？そうだな、塩辛いだけのコンビーフ、煮崩れした味気のない豆、カビの生えかかった黒パン、この3つは必ず出てくると言ってもいい。うわー、かわいそうですね。そんな料理ばっかり食べているから戦争したくなっちゃうんですか？ジョーちゃん、何気にきついな。まあさすがにそれはないと信じたいところだが、ただ巨大な兵力を維持するために糧食の質を必要最低限に抑える、そういう発想は確かにあるだろう。はあ、厳しいんですね。あんたらも苦労してんだね。ねえ、どうしたの？あ、どうやら食事中みたいだ。しばらく動かないだろうし、このまま通り過ぎよう。うん、分かったよ。とっとと先に進むか。任せときなって。
闘終了。先に進もう。負けられないんだ。負けられないんだ。会いたかったぜ。見た感じ
ちゃんとメンテナンスされてるね。さすがリベール軍、飛行船の扱い方が分かってるな。嬉しいのは分かるけど、あまり時間はないからね。起動キーも手に入れたし、発進準備をしてくれないかな。はいはい、分かってるって。ったく、少しぐらい浸らせろよ。それじゃあ中に入ろっか。いたぞ！くぅ！ち、気づかれたか。空賊ども！いつの間に、こいつらが隊長たちを気絶させたのか。仕方ない。おねんねしてなよ。終了。先に進もう。ふう、一丁上がりだね。すぐに後続が来るはずだ。ここで食い止めるから、あなたたちは発進準備を頼む。おお、任せときな。ジョゼット、君は行かないのか。山猫号の発進なら兄貴たちがいればできるさ。僕はここであんたのサポートをしてやるよ。だがクールに振る舞ってるけど、あんたやっぱり甘いよね。今までもなんだかんだ言って僕たちを助けてくれたし、ここであんたを見捨てて逃げるとか思わなかったわけ？これでも人を見る目はあるつもりだよ。特に君たちみたいなお人よしの人間に関してはね。お人よしはあんただろ。やれやれ、騒がしいので来てみれば。え？カプア空賊団、このタイミングで現れたか。しかも君が同行していたとはな。覚えていましたか。こんなところにエレボニアの軍人が。あんたの知り合いなの？顔見知り程度だよ。多分不戦条約の前に船を引き取りに来たんだろう。お察しの通りだ。その船を奪われようが、我々としては痛くもないが、こうして居合わせた以上、見過ごすわけにもいかない。改めて名乗らせてもらおう。帝国軍第七機甲師団所属、ダール少佐だ。気をつけて。一筋縄じゃいかなそうだ。君ほどではないと思うがな。行くぞ。
戦闘終了。先に進もう。なんで倒れないのさ。マスタークラス。しかも姓がヴァンダールか。オリビエさんの正体、大体見当がつきましたよ。それを言うなら、君の正体もなかなか驚きだ。ハーメルの遺児、ヨシュア・アストレイ君。やはりか。あのお調子者の勘もたまには当たるらしい。聞かせてもらいましょうか。どうしてあなたたちがそれを知っているのかを。どうやら本気にさせてしまったようだな。ならば俺も全力で答えよう。ちょっと準備完了だ。二人とも飛び乗れ。うん。ほら、何やってんのさ。逃がすな。に連絡を取れ。あれれ、今の男の子ってどこかで見たことあるような。どういうこと、ナイアル先輩に相談しなくちゃ。命拾いをしたのは果たしてどちらの方か。まだまだ俺も未熟だな。しかし、ハーメルか。どうやらあのお調子者の手伝いをするしかなさそうだ。